改めまして、はい、今日は北区までお越しいただきまして本当にありがとうございます。どうもありがとうございます。4月27日付で、はい、区長に就任をさせていただきました、はい、山田かな子と申します、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ぜひ今日はですねお会いするのをすごく楽しみにしておりまして、コパースを用意させていただきながら、はい、これから作っていただきます、はい、児童相談所はじめとする複合施設、この思いについて一緒に話していけたらなということで、はい、今日時間いただいた次第です、はい、どうぞよろしくお願いいたします。今北区ではこれまで子育てするなら北区が一番、私就任させていただいてからは、子どもの幸せナンバーワンというキャッチフレーズをですね、掲げさせていただいて、とにかく北区に住む子どもたち、それから子どもを育てる親御さんたち、そしてそれをサポートする北区全体でですね、社会で子どもたちを育てていこう、見守っていきたいという思いで掲げさせていただいていて、まさに今回の児童相談所と複合施設、この施設はその象徴となる施設だとすごく私、期待をしておりまして、思いも強く持たせていただいているんですが、今回先生のですね、ぜひこの建物に対する思いですとかお考えも聞かせていただけたらなと思っておりますが、いかがでしょうか。児童相談所と複合施設って機能的にはですね、私はやはり子育てにとっては非常に重要な施設だと思うんですけれども、今まではですね、どちらかというと閉鎖的な建物が多かった、たんですね。で、閉鎖的な建物にすると余計なんかですね、その子どもたちはあんまりリラックスできなくて、コミュニティからもですね、なんかこういういい関係が作りにくくて、でそれをぜひ今回は開放的な明るいイメージにして、はい、コミュニティともいい関係が作れるような建築にしたいなというのが我々のデザインのベースでございます。はい、ありがとうございます。まさに中のオープン、外の木漏れ日広場も、それから中 の吹き抜けの部分もですね、ものすごく開放的で、やはり子どもたちが集える、何よりお母さんたちが、その自分の子育てに対して少しでも他者に相談ができる、そんな環境になってるなっていうのをすごく感じた次第です。一番コーナーのところにですね、明るいガラスの箱のような部分を持ってきて、でそこにアトリウムが配置されて、でコーナーがですね、この坂道登っていく時もですね、はい、上から降りていく時も一番見えるところに持ってきたんですね。で、あの地形をですね、いろいろ歩き回って、やはりこの部分があって、このコーナーの部分がですね、歩いていくとやっぱり一番目につくってことがよく分かりまして、その部分を中心にしてイメージ作っていこうっていうふうに考えたんですね。やっぱりこの自分の子育てにこれでいいのかって常に思いながら、聞く近い人にすら聞けない中で、やっぱり開放的な、みんながお母さんたちや子どもたちが集まっている様子を見て行っていいのかなっていうふうに感じ取れる、その入り口の部分がとてもやっぱり私は愛情を感じて、素晴らしいなと思ったことと、あとはやっぱり温かさ、木目だったり、そういったぬくもりを感じる設計、絵がですね、とても素敵だなっていうのを、あそこの、丘の上の場所っていうのはですね、基本的には緑も多い場所なので、でそこに木目 の建築が来て、でしかも明るい建築が来るとですね、なんか用がなくても行ってみたいなみたいな感じの暖かい施設になると思うんですね。で建物の中に入ってもですね、アトリウムで上からさーっと光が落ちてきて、それでそのアトリウムの周りにここは木を使っていますんで、中の雰囲気もですね、今までのいわゆる役所っぽい感じとはちょっと違うようなものができているかなと思います。こういうその児童相談所 の施設っていうのはですね、これからやっぱり全国で非常に重要な施設になってくると思うんですね。でやはり少子化っていうんですけども、やっぱり子供を育てていろんな大変なこともあるけれども、そういう時にですね、こういう施設が救ってくれるような施設、そういうのが全国にできる一つのモデルにこれがなればいいなというふうに私ども考えながら設計いたしました。一つは1階の入りやすさみたいなのが大事ですね。その1階の部分がですね、こう閉鎖的だとですね、あと中入ってどんなに豪華なことをやってもですね、イメージがやっぱし開かれた、つながったって感じにならないので、入り方の部分っていうのはすごく大事にしてます。
うん、その点をぜひ私たちも運用面で、はい、配慮しながら、入りやすい環境を作っていけるようにしたいと思います。あとはここの赤羽駅から西口駅からもすぐ近いところなんですけど、同時に4つの駅周辺が再開発になる、その一つの場所でして、特にその中でも、早い段階でこういった赤羽台、それから桐生赤と全面的にこう広がっていく、その一番のこう入り口のところなものですから、その一番のこう最初の施設が場所となるものですから、ここで成功をですねしっかり受けて次につなげていけたらなということも思っておりますが、この地域に来るようになって5、6年で随分変わったんですね、はい、本当に人の流れがなんかこう良くなったって感じがするので、そういう人の流れの中で一つのこれ、新しいシンボルができるんじゃないかなって期待してます。これから赤羽台が面白いって勝手に私たち言ってるんですけども、いや先生の目から見て、僕の目から見てもですね赤羽台すごく面白くなってきたし、はい、これからまたいろんなことが起こるんじゃないかなって期待してます、はい、これからいろんなことが起こる際にですね先生のアイデアをいただいて私たちこう素人の発想とは違う、やっぱりプロの視点でアドバイスをいただけると嬉しいなと思っております、はいはい、本当に今日はお忙しい時間、わざわざ自宅までお越しいただきまして、このようにお話できましたことを心から感謝申し上げたいと思いますし、引き続き帰宅ご注目いただいて、アドバイスいただいて、一緒にまちづくりアイデアいただければと思います、はい、ご視聴ください、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、ありがとうございます。